皆さん、こんばんは。ゆうすけです。今日は、アーク社も一押しの銘柄ということで、Exact Sciences ククとインビテ、バイオ株ですね。ここを紹介していきたいと思います。僕が注目していて、将来伸びていくだろうなって思っている内容を徹底解説します。今日の動画はちょっと長いですけども、皆さんぜひ最後まで聞いてください。そして、 動画をを見る前に、ままずはチャンネル登録をよろししくお願いします。これがアーク社の ARKK と ARKG の上位の組み入れ銘柄ですねインビテがかなり上位に来ています ARKK では2番目 ARKG では1番目あとは ExactSciences も最近 ARKG でも爆買いされてますし ARKK でもここには書いてないですけどもかなり爆買いされているといった状況ですねあとは PACB パシフィックサイエンシズのこともちょろっとだけ説明したいかなと思っていますこれがですね先週の ExactSciences をアーク社が爆買いしていたという内容になっています 10月の末の週ですねにかなり保有銘柄、保有数を増やしていったという形ですね。で、ExactSciences って何の会社なんだろうということですけども、主に大腸がんスクリーニングの会社だったんですね。で、Colongard っていう便で遺伝子とかそういう大腸の がんの情報を検出するようなキットを開発して設けているっていう会社ですで今後はですね大腸がんだけでなくてさまざまながんのリキッドバイオプシーに注力していくという形になっていますここでリキッドバイオプシーって何だろうっていう方なん方、えー、ことなんですけども バイオプシーっていうのは政検っていう意味なんです。で、静検って何だっていうことなんですけども、基本的に臓器から直接組織を取ってきて、それをまあ顕微鏡で見て、がんの種類とか組織の状態を判別するのを政検と言います。そこのリキッド、つまり液体がついているってことは、 主には血液とか尿とか便でその生検をしてがんの種類や状態を鑑別して正確に見ようというのがリキッドバイオプシーで最近注目されていて今後かなり伸びていくのが確実な分野ということになります。 最近この Exact Sciences が注目されているのはどういうことかというと2つ会社を買収したんですね10月27日に特に上のシュライブっていう会社を買収したことが大きなニュースとなって株価がガーンと跳ね上がっているという形ですこのシュライブっていう会社も Exact Sciences とは競合他社で リキッドバイオプシー、キャンサーシークっていうね、リキッドバイオプシーを開発しているところなんですけども、これを Exact Sciences が買収することで、大腸がんだけじゃなくて、他のがんの疾患もバイオプシーできて、検出能力を上げて、さらにシェアを拡大していこうという試みがなされているという形です。で これがトップ10の会社っていう形なんですけれども、こういう企業で、イクザクサイエンシスっていうのは7位なんですね。ただ、数年後には5位とか4位とか、そういうふうにどん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 シェアを伸ばしていって、今一番この分野では勢いのある会社という形になります。株価はですね、まずこの9月のところでドーンと伸びていますね。 これはコロンガードはっていうさっき説明した EXACTS サイエンシーズのキットが大腸がんだけじゃなくて他のがんにも応用していくよという発表があったんでドーンと伸びたんですねでもちろん10月の末の買収の発表でドーンと伸びたでちょっと調整されているっていうのが今の現状ですこの分野の伸びしろ トータルアドレッサルマーケットどれぐらいかっていうとコロンガードが18ビリオンでマルチキャンサーが25ビリオンプラス以上という形になっていますねコロンガードは先ほど説明したように大腸がんだけじゃなくて他のがんにも応用していくっていう形なのでどんどんシェアを伸ばす 市場も大きいという形で18ビリオンと評価されているんだと思います。で、マルチキャンサー、さっき説明したシュライブとかのブリキッドバイオプシーの分野の会社を買収したことで、いろんながんに対する検査を拡充していくことで、これは25ビリオン以上のマーケットがあるということですね。なので、今後どん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 伸びていくのが まあまず間違いないだろうなという会社ですここでちょっと難しい話をさせていただきます動画を閉じないでちゃんと聞いてくださいね検査には必ず感度得意度という概念があります下の表を見てください疾患があるなし検査が陽性陰性 という形で疾患がある人で検査がちゃんと陽性になると真の陽性という形で左上の真陽性になります逆に疾患がない人でちゃんと検査が陰性になる人真の陰性右下の真陰性になります疾患がないのに検査が陽性になっちゃったら偽陽性 疾患ががあるのにに検査陰陰性性なっっちゃったら偽陰性という形ですここまではいいですかねそして感度なんですけども疾患があるのにあ,ある中で検査が陽性になる確率を指しますもう一回言いますね疾患がある人の中で検査が陽性になる確率を指します 同じく得意度っていうのは疾患がない人の中でちゃんと検査が陰性になる確率っていうのを指しますこれどういうふうに検査得意度使い分けてるかっていうと感度っていうのはスクリーニング等の幅広くする時に使うんですね。表をもう一度見てください。感度は、 疾患がある人でちゃんと検査が陽性になる確率が高いっていうことです逆に言えば検査が陰性なら疾患がある確率は低いっていうことなんですねつまりあるテストを受けてそれが陰性ならまあ多分感度高いしその病気じゃないだろうなという時に使います同じく得意度を見ていきます得意度っていうのは 疾患がない人でちゃんと検査が陰性になる人を指しますつまり、偽陽性率が低いということですねつまり、検査が陽性ならちゃんとその疾患である確率が高いということになりますなので確定診断の時に使います得意度が高くて 検査が陽性なら多分この人はこの疾患だろうなというふうに持ちます。言ってることわかりますか例えば感度が高くて得意度が低い検査があるとしますね。つまり感度が高い、信陽性が高い、でも得意度は低いから偽陽性も高い。つまり検査が陽性になっても それが真の陽性なのか偽陽性なのかはからないただ検査が陰性なら疾患はない確率が高いよということを言っています難しいですけど理解してくださいねでなんでこういう難しい話をしたかっていうとこれから僕が言いたいことにつながっていくんですねで、 上を見てください。感度99%、得意度90%っていうふうに書いてますよね。仮にこういう検査があったとします。かなりまあいい検査ですよね。で、有病率っていうのは、例えば1万人いたら何がその病気を持っているかということになります。そこで下の表を見てください。 疾患ありなしの合計のところにありの人が2万人なしの人が18万人って書いてますよね。これが要するに20万人のうち10%が疾患がありで残りの90%が疾患がないという状態を指します。そこで感度99得意度90の検査をするとどういうことになるのかっていうのを話していきます。 まず感度99%ってことは疾患ありっていう人の中で検査陽性になる人が99%なので2万人のうち 99%1 万9800人ですね逆に陰性は200人かなり少ないですねなので外す確率は少ないなっていうのが分かると思います逆に得意度が90%ってことは こういう形で検査が陰性の時に疾患がない人が9割16万2,000人いてその他10%が疾患がないのに検査が陽性に出ちゃうっていう形ですこれを見ると分かっていただけるように検査が陽性に出たっていう人の中3万7600人いるんですけども結構五分五分ですよね つまりその疾患があるかないかっていうのは五分五分になっちゃいますね。まあ、1万9,800人と1万8,000人っていう形でね。で、検査が陰性の時っていうのは結構もうほぼほぼ200人しか疾患ある人いないんで、なしっていう人は16万2千人。検査が陽性陰性の時はないなって判断していいかなって思います。 次に、有病率が0.05%、つまり20万人いたら、疾患がある人が100人しかいないケースで考えてみます。感度は99%なので、検査が陽性になった人は99人疾患がありっていう形ですね。で得意度は90%なので、17万9,910人が 疾患がなくて本当に陰性で、で、偽陽性ってなる人が一万九千九百九十人いるという形です。この表を見て、気づかれますか。つまり、検査が陽性になった二万八十九人のうち。本当に疾患がある人は九十九人だけで、残りの一万九千九百九十人は陰性っていう形なんです。 で、スクリーニングの、こういうリキッドバイオプシーとかも含めてなんですけども、大体いい感度を高くして、得意度はちょっと低めっていう形が多いんですが、得意度90%ってかなり高いんですけども、それでもですね、2万人調べたら、1万9,900人ぐらいは、無駄な検査を追加してしまうという形で、これが、 んのの検診のスクリーニングでで問題ととななることなんですねどういうことかっていうと下の線を引いているスクリーニングここが e x a c t s i e n c ー s などの会社の目指しているリキッドバイオプシーの分野でもちろんこの分野はどん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 発展していて感度も得意度も高いような検査がどんどん生み出されていって。 将来有望なんですけども上の対象者この部分ですねここの有病率を上げることも同じぐらい重要だと僕は考えていますどういうことかっていうと今皆さんがん検診とかねそういう検診って何歳以上とか年齢で決まってたりするじゃないですかそれなぜかというと 例えば50歳以上の人が,がん大腸がんになりやすいとか、そういうデータがあるからですね。20歳で大腸がんになる人ってめちゃ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 少ないんで、そういう人はさっき言ったような偽陽性がめちゃめちゃ増えてしまうんで、一人を調べるために何十万人っていう人に無駄な検査をするんで、こういう年齢で区切ってるんですね、対象者を。つまり、 有病率、対象者の有病率を上げているっていう形です。僕はここからさらに遺伝子検査っていうのが有病率を高める上で今後重要になってくるんじゃないかと思います。つまりこの遺伝子を持っている人はこのがんになりやすいからこのスクリーニング検査を何歳から受けなさいとか。 そういう風うにして、有病率を上げて、さらに検査の精度を上げていくのが、今後の、がん検診のスタンダードになっていくんじゃないかなと、僕個人として思っています。そこで出てきました。僕が前からおすすめって言ってるインビテですね。これは、遺伝診断サービス会社で、企業とか個人への あらゆる疾患への遺伝子パネルっていうのを提供しています。で、インビテのサイトに行くと、こういうことが出てきて、じゃあテストを受けてみましょうというボタンを押すとですね、どういうテストを受けますかっていうのが出てくるんですね。例えば妊娠していたりとか、いや、僕は健康だよとか、心臓に疾患を持っているとか、家族に 疾患を持っているから心配だとかそういう項目があるのでそれを押していくとじゃあいくらでキャンサースクリーンのテストが受けますとか心臓の関係のテストが受けれますとかいうのが出てくるこれは個人用のサイトですねこれ見ていや私は僕はこういう検査しないだろうし今後伸びていくのかな本当にって思われる方も結構いると思うんですけども それはまたおいおい説明しますね。で、インビテの強みっていう形で、これはですね、アーク社も言っているところなんですけども、まず、アメリカの基準よりも厳しい基準による遺伝子の分析がされている、これ、シャーロックっていうおしゃれな分析名が付いてるんですけども、あとは M&A を繰り返していて、高精度の AI によって分析して、出生前スクリーニング、出生前スクリーニングなどもやっていて、 遺伝子検査での医師の認証決定も支援するっていう形でこういう遺伝子診断検査においてすごい力を入れているこれからどん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 この分野を発展させていこうという会社なんですねでこういうのはピタゴララさんという僕がフォローさせていただいている方なんですけどもバイオ株についてのノートを書かれていたりツイッターをしていて アーク社の先ほど言ったインビテのまとめなども書かれていてとても有用なのでぜひ皆さんフォローしてくださいこれ先ほどの図なんですけども皆さんさっきは自分ならやらないかなって多分思ったですよねま,まあ興味ある人もいると思うんですけどもあんまりそのがんになるのがそんな怖いとか 将来を予測したくないとかいう人も多いと思うんですね僕が思い描く未来っていうのは例えば人間ドックの話をします人間ドックに行きました今は例えば検診 A コースとか B コースとかあってどういう検査 CT 検査だったりとか m r i だったりとかカメラだとかそういう検査を受けるコースがありますよね皆さん人間ドックならまあ何年かに1回は 受けてもいいかなっていうふうに思うと思います。そこに僕は今後遺伝子検査も加わっていくんじゃないかなと思っています。つまり遺伝子検査をしてあなたはこの癌になりやすいとかこの心臓病になりやすいからこの検査を優先して受けなさい。でこういう食生活をした方がいいですよとかこういうことに気をつけてくださいとかはたまた 今後は、もうスクリーニングをせずに、この癌の遺伝子があるので、ここを治療していきましょうとか、最近話題のクリスパーとかね、ノーベル賞を取りましたけども、そういう会社もありますが、そういう形で、いきなり、もう精密検査などせずに、まあ多少はするかもしれませんが、治療に踏み込むとか、そういうことが人間ドックでも推進されていくんじゃないかと。 10年、20年、30年先、いつになるか分かりませんけど、そういう未来を僕は考えています。で、自分でそ、そ、うなると、ちょっとやってみようかなっていう気持ちも起きませんかね。それに、例えば自分じゃなくても、例えば自分の親、兄弟とか、子供とか、そういう人に、進めたくなりませんかね。例えば、もう親も60と、年だし、これからガンも心配だなと。 そういう時にこういう遺伝子検査をしてそれからきっちり調べてどういう食生活すればいいとかもしかしたら発症する前に治る癌もあるかもしれませんしその時にはそういうことで受けてほしいなって思ったりしませんかね僕なら自分の配偶者とか親兄弟子供に勧めるんじゃないかなと思いますそしてその遺伝子検査をしなければ入れないような 保険っていうのも今後出てくるかもしれませんね。ということで、この分野って僕は今後どん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 発展していって、いろんな応用ができるんじゃないかなと思っているんです。なので、イクザクサイエンシスもそうですし、インビテにも投資していきたいと思っています。最後に、インビテの株価を見てみますね。最近かなり下がってますよね。一時期結構よ、 50ドルぐらいまで上げてましたけどただ僕が話した未来っていうのは10年後かもしれないし20年後かもしれないし30年後かもしれないかなり超長期の長いスパンで見ていかないといけないと思うんで直近の株価なんてどうでもいいんですねなので本当に僕はこれが例えば30ドルになろうとあんまり気にしていませんで一つこのインビテの 競合他社に PACB、パシフィックサイエンシーズバ、バイオサイエンシーズっていう会社もあるんですね。で、この会社もどんどん伸びていって、ただ最近決算がダメだったんでドカーンとまた下がってるんですけども、こういう会社って、まあ、インビテはね、ここを実は前、合併、買収しようとしてて、結局できなかったんですけども、そういう分野ってどん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 強くなっていくと思うんですね。なので、本当に、 短期的に株価を見たいっていう人には向いてないと思いますけども超長期でゆっくりと見ていっていつの間にかすごい金額に株価がなっているっていうのを楽しみにできる人には僕は強くお勧めしたいかなと思っていますもちろん買えって言ってるわけじゃないですし僕がこういう銘柄が買うべきっていうのはね金融法か何かで違反ですけども僕個人としては こういう銘柄たちを買っていきたいなと思っているということですねすいません今回の動画結構長くなってしまったんですけども僕が言いたいことが詰まっていると思いますのでぜひ参考にしてくださいそれでは高評価チャンネル登録よろしくお願いします皆さんさよなら